今日の朝飯はふりかけご飯と舞茸の味噌汁と漬物になります。今日はね、シンプルに舞茸の味噌汁ですね。そしてふりかけは丸宮の酒ふりかけです。程よい塩気でご飯が吸いますね。きのこのお味噌汁もね、お出汁が効いて美味しいですよね。そして漬物を挟んでいくと、これまたさっぱりしていいですよね。やっぱご飯は味噌汁を、味噌汁はご飯を互いに引き立てますよね。昼食は焼きそばになります。昼は焼きそばに卵をプラスワンしてみました。ちょっと緩めの卵をしっかり潰して焼きそばに絡めていただきます。いつも通りうまいです。卵のとろみがいいですね。その他はもやしと豚肉が入ってますね。夕食は白飯としめ鯖と焼き茄子と豚肉の煮物になります。しめ鯖は長持ちするし、酸っぱみがうまいですよね。豚肉の煮物も味がよく染みてますね。そしてこちら、茄子は多めの油で揚げただけなんですけど、これがめちゃくちゃうまいんですよね。これちょっと試してみてもらいたいですね。めちゃうまです。今日もおかずがたくさんでご飯が美味しいです。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。